はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、そしておはようございます。もなかとらじろうです。今日もですね、またシドニーからお送りします。はい、今日が5日目になりました、ドクター・デマテーニのプロフェシー・エクスペリエンス。今日も写真から行ってみたいと思います。はい、最初の写真はこちらです。はい、これは先ほど帰ってくるちょうど夜の11時ちょっと前にですね、撮った写真ですね。これ駅前の写真です。車やバスが見えると思いますが、皆さんはこの写真の中に何かスピリチュアルなものを感じますか？さあ、いかがでしょうか。ドクター・デマティーニはですね、Where is not spiritual?、つまり、どこにスピリチュアルがないっていうんだ。つまり、どこにでもスピリチュアルがあるんじゃないかと言いますね。例えばですね、自分と違った相手に対してですね、対しても自分と同じ、特徴を見つける、相手の中に自分を見つけるということもですね、一つワンネスというか、スピリチュアルの証ではないかというわけですね。この写真見ると、そうですね、このバス、まだお客さん乗ってましたね、かなり遅い時間でしたけども、仕事が遅く終わってね、ぐったり疲れてきて帰ってるんじゃないかなとかね、そんなこと考えると、なんとなく、このバスに乗ってるお客さんとね、つながりを感じます。はい。次の写真はこちらです。はい。こちらもですね、もうすぐクリスマスということで、街中にね、ちらほらと、クリスマスツリーなどが見えてきました。はい。クリスマスツリーを見ると、やはりね、子供の頃を思い出したりね、雪のことを思い出したり、いろんなことをします。まあ、もっとも、オーストラリアは南半球ですから、クリスマスツリーを飾ってもね、それには雪の飾りとかないんですけどもね。まあでも、クリスマスツリーを見てると、何か子供の頃の自分と繋がったような感じがしますね。はい。実はですね、今日朝、トイレに行ったらですね、ちょっとお腹が痛くてですね、ごめんなさいね、大きい方行ったんですね。そしたら、隣の大きい方に誰かが入ってきたんですね。まあ、誰かなと思ったんですけども、まあ、トイレ終わって出たらですね、そこにいたのはなんとドクター・ディマティーニさんだったんですね。世界的な大哲学者と呼ばれているドクター・ディマティーニさんと同じトイレでご一緒したんですね。はい、当たり前ですけども、どんな人でも、することはするんですね。はい。その時の話題、何か話そうと思ったんですけどね、なぜか私は、アンソニー・ロビンス、トニー・ロビンスとも呼ばれてますけども、その人の話をしました。世界的な有名なサクセスコーチですね。私は以前、その、アンソニー・ロビンスのセミナーに出て、火の上を歩いたりですね、そういう経験をしたんですけども、ドクター・デマティーニは、アンソニー・ロビンスのセミナーに行ったことがありますかと聞いたらですね、あ、もうずっと前に、もう何十年も前にあると言ってましたね。20年、30年前って言ってましたからね。その時には、まだセミナーの参加者が、まあ70名ぐらいしかいなかったと言ってますね。アンソニー・ロビンスのセミナーはですね、まあ、行かれるとわかりますけども、何百何千人という方が一緒に参加するね、大規模なセミナーになってますから、昔はそういうちっちゃい頃もあったんですね。で、その、ファイアウォーキング、火の上を歩いたことに関して、まあそれは目的はね、火の上を歩くことで自分の中にある恐怖を克服しよう。火の上を歩くということは、人生の中で感じるね、最大の恐怖の一つであるからですね、火の上を歩けば恐怖が克服できるということにつながるんじゃないかということで歩いたわけですけども、私は実際それを経験した次の日からいろんなことがね、ちょっと臆病になってしまったこともあったんですね。まあそれを言ったらドクター・デマティーニは、まあ君の場合は、そのファイアウォーキングは火の上を歩くときだけにしか、聞かなかったんだねとちょっと笑われてしまいました。はい。それでは今日もですね、いつものように簡単にですね、はい。はい。今日の簡単な内容をですね、説明してみたいと思います。今日はですね、ファイナンシャル、つまりお金についての話がメインでした。まあ、ポイントをいくつか申し上げますと、まあ、お金を引き寄せたい、お金をいっぱいね、欲しいと思っている方は、
いっぱいいらっしゃると思いますけども、実際誰でも億万長者なんだと。しかしその億万長者という、ことがですね、違った形でそれぞれ現れている。人によっては、それが、まあ、スポーツの才能であったり、芸術の才能であったり、あるいは、仕事でものすごい才能を発揮していたりですね、そういった形で現れているということなんですね。それはつまり、誰でも、こう、自分の中に、この価値の優先順位がありますね。家庭が一番、仕事が一番、まあ、人間関係が一番、お金が一番、いろんなことがね、優先順位の高いところに行きますけども、お金という、あ、この、富、お金というのは、その一番上の優先順位のところに、集まってきやすいということなんですね。その形で現れる可能性が高いということですね。ですから、自分の中で何が、この優先順位がね、それをはっきりさせることがまず大事だということを再確認しました。そして、やっぱりお金をですね、引き寄せるといった場合にですね、ただこう目をつむって、あ、お金が欲しい、1億円が欲しい、じゃあ、1億円を頭に浮かべます。はい。そうすればすぐに来ます。こういうふうなことはね、絶対にやらないでほしいと言ってましたね。やはり現実的な方法で確実にお金を引き寄せる方法をですね、教えてくれました。はい。まあ、簡単に言っちゃうと、銀行に口座を設置してですね、はい。そこに毎月ですね、決まった金額のお金をですね、移す。ということですね。はい。まあ、月に1万円でも2万円でもいいのでね、それを毎月必ずやる。大切なのは、毎月自分が銀行に行って窓口でお願いするんじゃなくて、もう銀行のに行ったらですね、その窓口の人に、もう自動的にね、毎年この口座からこの口座へお金を移してください。1万円移してくださいというふうにお願いするんですね。そして3ヶ月間は同じ金額で、お金を、まあ、移動させると。そして4ヶ月目になったらですね、はい、4ヶ月目になったら、その 10% を上げるということですね。1万円だったら1000円ですね。ですから次の3ヶ月は1万1000円という形で続けますね。そしてさらにその次になったらさらに 10% を上げてまた3ヶ月。さらに3ヶ月経ったらまた 10% を上げて3ヶ月続けるということなんですね。そうすると、計算によるとですね、はい、もう2年もすれば、その毎月の金額が2倍になるという計算になるそうですね。まあそういうことで、具体的に3ヶ月後、1年後、2年後、5年後、10年後に、どのくらいのお金が集まるかということをですね、やる前に計算してから始めるのが大事だということです。つまり、自分にとって今どのくらいの金額が必要なのか、その金額を、達成するためには毎月いくら、ね、銀行のその新しく作った口座に移していくのが必要なのか、そしてその金額を達成するために、3ヶ月ごとに、まあ、10% でいいんですけどもね、その 10% を上げればその目標の金額に達成するのかとかですね、この辺をもう具体的な数字としてやることが大事です。これはですね、まあ、株に投資をしたり、不動産に投資をしたり、そういったことよりもリスクは全く少ない、まあ、限りなくゼロに近いわけですし、さらに、日本のね、まあ、金利はすごく低いですよね。だから普通に銀行に預けていてもですね、あまりお金が貯めることは期待できないわけですね。だから、このですね、今言った方法を試す。一番確実に、どの銀行の金利よりもお金が貯まって、さらに、まあ、不動産や株に比べて、まあ、危険度が少ないということで、ぜひそれを進めていました。はい。今日もこういった形で簡単にね、シドニーから、ドクター・デマティのセミナーの模様をお伝えしました。明日のテーマはですね、はい。私が一番ちょっと、注目しているスピリチュアルな内容になりますね。私もいっぱい質問を貯めております。もういくつかね、ドクター・デマティーニさんに質問して、ちょっともう頭がぶっ飛ぶぐらいすごい答えが返ってきたんですけどもね。まあそんなことも含めて明日ね、まとめていっぱい聞いてみたいと思いますね。どうぞお楽しみに。はい。モナカトラジローでした。
ありがとうございました。失礼します。どうも。